割と近いかもしれない。はい、じゃあちょっと一回切るね。はい、じゃあ気をつけてね。ウィース。というわけで、久しぶりに我が友達が今から家に遊びに来るんですけども、この俺が普通に家に入れるわけないよな。というわけで今日はですね、こちらにね、なんか銃を買いました。銃を買ったんですよ。でこれはもう完全に、うわっ、あ、こういうやつか。でこの銃なんですけども、これはあれなんですよ、火薬を入れて撃つとすごい音がするっていう。よしよしよし、じゃあちょっと一回入れてみましょう。もうすぐ来るから割とね焦ってる今。こういうね火薬があるんですよ。火薬を多分入れるともうすごい音が鳴ってなるはず。ならない、なるよね。てか家で売っていいのこれ。とりあえず一回試し撃ちします。あまあこういう音が鳴るんですよ。うわーやばい、これ耳やべ、俺耳やられる。多分もうすぐ家に来ると思うんですけども、家に来た瞬間バババババ、もう両手でバババババって言ってぶっ殺してやろうかと思います。気分だけ。もう威嚇射撃しますからね。久しぶりでね、多分ね気が緩んでると思うんだよ、俺に会うのが。威嚇射撃ドッキリということで、ガチで音のもうすごい音がするんで、もう来ると思う、もうすぐ来るんで、挨拶代わりに脅してやろうと思います。もしもし、大丈夫？え？ここにいる、この公園に、まあ、ここにいる。割とこれは近いかもしれないぞ。待ってるよ。割と愛情表現なんで。楽しんでる向こうで。え、全然楽しいけど。本当に？いや楽しい。本当？え、なんか大学生じゃないからさ。うん、大変。いや仕事はね。おお。